部屋の中でダイレクトショットのみ。1時間とかしか分からへん、はい、まあ、1時間全然もちろんですけど、はい、
2時間ぐらいは大丈夫ですけどみたいな、冷凍やったら5時間もそれねみたいな感じで冷凍のポジションがあったんですよ。すいません、いや違う、こっちが起きるから普通に心拍数が追いついてない、しんどい、すいません、金はちょこちょこつきます。休みやしちょっと会いたいから言ってて、今度もう夜泣きというか、夜泣きというかミルクをくれの運営で、奥さんに調子乗って寝といていいでとか言ってたんで、地獄見ました。睡眠時間2時間で公式戦でめちゃくちゃしんどかったんです。バッドコンディション極まりなかったさ、あのほんまになんか、お前疲れた公式戦みたいな言われてて、睡眠時間でミルク泣いてからミルクって出したんで、で、冷まさんダメじゃないですか。そんなんもう全部ゲップまで終わったの、4時ぐらいで。飯田さん、新品室やから絶対やんねねーみたいな。いや、寝てへんなーと思いました。奥さん横で言ってくれました。こんな手こいこんな人か。ゆりたの方が良かったです。しかも、寝ちゃったね。寝てへんか、今分からんけど。ゲップの方が未だにあれ。無くないですか、ゲップ。とか刺すったりとかってね、で、ワンゲップやのに、ワンゲップで大丈夫やと思ってたら、一回ワンゲップじゃ足りひんかったみたいな、戻しちゃったんですよ。いいやねんと思って。ほら、遅刻組2人早くない？あ、すいません。先生、申し訳ない。